皆さんおはようございます。今月のゲストにサンテレビのアナウンサーの影谷香織さんをお招きしております。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今回井戸カフェがご用意したスイーツはこちら。今月のスイーツとして、はい、人参のジュースを、ね、用意したんです。上川町で作られているんですが、うん、五つ星兵庫の選定品でもあるんですけれども、はい、リコピンというのが入ってて味もそれから栄養分も高い。人参にリコピン、はい、召し上がってみてください。はい、じゃあいただきます。本当は甘い、ね、濃厚ですよね。それでしかも、うん、人参臭さもないですね。そうですね、スーッと入ってきます ね、 ね、うん、あのお子さんが飲むのにぴったりかもしれないですね。天然ジュースですよね、今日まずはですね、平成31年度予算についてお話を伺いたいと思います。平成31年度始まったばかりなんですけども、はい、5月1日から令和になるから、はい、5月以降は令和予算かもしれませんけどもね。そうですね。ですけど今年の一般会計規模はほぼ昨年と同様で、はい、1兆9000億円なんです、はい、で歳入の特色はですね、税収が8200億円を超えて、史上最大、はい、ところが地方交付税は税収が増えると減りますので、結局プラス250億マイナス250億ということになっています。で、歳出の方はですね、投資的経費を伸ばすことができたんです。と言いますのは、国が30年度31年度32年度と国土強靭化防災減災対策というのを3年間で7兆円の規模で推進しようという施策を出しましたので、それを活用してですね、約350億ほど増やすことができました。で、そのために投資的経費がだいたい2割弱増えたんですね、はい、投資を伸ばすことができたのはある意味で国の政策をうまく活用することができたということになると思います。未来につながっていく予算と。そうですね、はい、でこれから31年度の県政という意味 で、はい、概要をご説明させていただいたと思います、はい、ではまずは2019年度平成31年度はどういう、ね、位置づけになるのかっていうのを整理してみたのがこのフリップなんですね、はい、でポスト150年というのは県政が設立して150年を迎えたその翌年ですので、はい、それから来年のですね、1月17日は阪神・淡路大震災から25年経つんですよね。そうですね、そういう意味で一つの節目。それから3番目はですね、行財政運営方針という財政運営の枠組みを作ったんですが、はい、その枠組みに基づく最初の予算ということになります。それから健やか兵庫の具体的スタートと書いてますのは2030年の展望というね、兵庫県の12年後の、展望をまとめたんですが、はい、それはほっといたらその展望が実現するわけじゃありませんの で、 そうです、ね、これをですね、はい、具体的に進めていく事業化をしなくてはいけないという意味で、はい、その最初のスタートの予算になると。そのような意味で今年は元気をですね、基本にして今日も運営していきたいと考えています、うん、令和に向けてということですよね。そうですね、令和も滑り出しよくスタートを切らなきゃいけないと思っています、はい、今年からですね、はい、2025年の大阪・関西万博まで関西が注目されるんですよね、はい、でまず今年は G20 が大阪サミット行われますし、はい、で9月の下旬からラグビーのワールドカップが、うん、特に神戸は4試合行われて、うん、イングランド、アイルランド、スコットランド、南アフリカの試合が行われる。人気のあるチームですよね。強豪の ね、 チーム強豪ですよね、だから世界中からね集まらないので、はい、期待してます、はい、で来年は東京オリンピック・パラリンピックですね、はい、で事前合宿はですね、兵庫県内でも合宿してくれますので、はい、まあ東京だけの話ではなくて、うん、我々の地域も盛り上がって、はい、いくんじゃないかと思って期待してます、はい、それから2021年になるとワールドマスターズゲームズ2021関西が開かれるんです、はい、これはですね、生涯にわたってスポーツを通じて健康を作り出していこうというスルースポーツの世界的な大会なんです。
見るというよりは参加する、自分が参加する、はい、私もあの水泳で参加したいなと思ってるんですが、そうなんですね、あの5万人の参加者を、はい、あの関西一円でお引き受けする大会に、はい、そしてあの2025年には大阪関西万博、うん、この機会に関西を浮上させる、そういう意味での契機にしたいですね、こういう、そういうチャンスの時なんですね。そうなんですよね。そう、続いてまいりましょう。で、今年度の重点施策にしてますのは、はい、あの来年阪神淡路大震災から25年を迎えるということもありますし、安全安心な基盤を確保するということ、それから地域活力を創出すること、人材の活躍を促進すること、交流管理を進めること、そして自立ができるような基盤を作っていくということにしています。はい、それでは具体的に見てまいりましょうか。そうなんですね、あの阪神淡路大震災25年事業というのを展開します、はい、そのテーマは阪神淡路大震災を風化させない、うん、ということなんです。忘れない、もちろんなんですが、うん、はい、ところが忘れないだけではなくて、その経験教訓伝えないと半分以上の人はもう分からなくなっている、はい、でその経験や教訓を生かす、はい、そして、南海トラフに備える。ハード対策としては高潮対策とか津波対策とか山地防災、土砂対策、ため池対策などやるんですが、はい、あのソフト対策を実施しなきゃいけませんので、はい、あの個別の支援計画を作って避難ができるようにしていくということ、それからあのボランティアの皆さんが支援に入られた場合の旅費とかですね、あの宿泊費を支援する、こういうあの予算も組みました。そして子育て環境も非常に重要なんですよね、はいはい、で10月からあの政府が幼児教育の無償化ということを打ち出しました、はい、3歳児以上は無償化なんですが、うん、2歳までは住民税非課税の世帯に対しては無償化するけど、それ以上はあのやりませんというのが国の施策なもんですから、はい、我々は県独自で、取りました。そういうあの施策を充実している理由は、出生数がね4万303人になっちゃったんです、はい、で前年より約2000人減ってるんですね。だからもしかすると31年は4万人切るかもしれませんね。そんなにハイペースで、で少なくなってるんですよ。で原因は、はい、子供が生まれる年齢層の女性が少なくなってる。若い女性がね東京に流れてですから若い女性をいかに兵庫に留めるかという対策が必要だということになります、うん、考えなければいけないですね。そうなんです。さあ続いてです。これはね、はい、一つはですね、この企業、女性、高齢者、若者の企業っていうのをすでに応援してきたんですが、このミドル層にも自分で事業を起こしてもらう、そういう支援をしていこうと、うん、やっぱり自分で仕事をしている、事業を行っている人が出てくるとその地域活性化するんですよね。あ、そういうものなんですね、はい、それから農業についてもね、はい、農業作りを個々人ではなくて集落営農に、うん、まとめていく、はい、それでしかもその集落営農を法人化していくということで、担い手と農業経営と合体させて強化していくという対応をしています、はい、するともう一つ米中心から施設園芸ハウスですね、うん、で野菜作り、あるいは先ほどの人参とかトマトというような、はい、作物を供給するような転換をしていこうとしている。さあ続いてです。あとはね、はい、あの人材活躍促進を図らなきゃいけませんが、はい、一つあの田島に国際観光芸術専門職大学っていう大学を作ろうと、うん、田島は今まで大学がなくてですね、はい、大学進学で人口流出が起こっている地域なんですよね。ですからそういうところにあの専門職大学を作ろう、特に平田織座さんがこの大学の学長に就任していただいて、はい、2021年の4月に開学を予定しています。それと県立大学もですね、はい、少しあの学部の再編称ということで国際承継学部とデータの分析専門家を養成する社会情報科学部2つを再編して、でこの国際承継学部は特色があってですね、はい、1年間は必ず学生寮で留学生と一緒に生活させる、で授業は英語ですというようなコースも作らせていただいた、ね、はい、だから大変ユニークな
の教育が展開できることになると思います。これは特徴的なものですよね、はい、それからあの、はい、交流管理なんですけど、はい、兵庫 e 県民登録制度というのを展開しようとしております。これはどんなものなんでしょうか。県外県民にね、はい、県民登録してもらおうと、県外の方に兵庫県民になってもらおうと、はい、インターネットでね、はい、登録してもらったら簡単に登録できるんですが、はい、登録してもらうとこのね、はい、いい県民というね、はい、県民証を発行します。かわいらしいカードですね。で この登録していただいた方々は、まあ、いわば兵庫大使になっていただいて、はい、兵庫のいろんな情報を、ね、広めていただくということなんですけれども、はい、一方でこのカードで例えば買い物をしていただくと、はい、インターネットのモールで兵庫市場というのを開設しますので、はい、ここの兵庫市場で購入していただくと兵庫ポイントがつく。兵庫ポイントがつく、一般のポイントと兵庫ポイントと両方がつくことになるんです、はい、でその兵庫ポイントで兵庫市場でまた買い物をしていた。あ、じゃあ兵庫の特産品を手に入れてさらにお得にと。そうなんです。素晴らしいですね。これ兵庫県民548万人なんですけど、はい、早くこのいい県民も加えて600万人になってほしいな、はい、こういうふうに願ってるんです、ね、素敵ですね。そうなると、はい、でそのような地域おこしの一環でですね、はい、ふるさとを応援する交流センターっていうのを設置するのと合わせて、はい、地域おこし協力隊っていうのは国が各地域に派遣してるんですけども、兵庫県版の地域おこし協力隊をですね30名ほどご協力いただいて、はい、小規模集落に派遣したいと考えてるんです。この小規模集落の数がね、247が500人って500も超えてどんどん増えてるんですよ。人数が減ってるというより平均年齢が上がってるんですね、はい、応援部隊を派遣しようという趣旨なんです、まあ、地域の元気の核となる方をということですね。さあ次に参りましょうか。まあ、あとは観光をやっぱり強化しなきゃいけません、はい、兵庫はね外国人の観光客2018年平成30年で187万なんですよ。日本全体にはね3100万人を超えたんですね。大阪は1100万、はい、京都は800万というような状況に対して兵庫県は187万、ものすごい水が開けられてるんですよね。だから、はい、もっと兵庫を売り込まなきゃいかんという意味で外国の有力なウェブサイトを活用したり、はい、先ほど触れましたワールドカップにたくさんの方がお見えになりますので物産フェアをしてみたりしたいと思っていますし、それから兵庫の観光ルート、はい、西側ルートとして神戸、姫路、城崎っていうのを設定してますが、はい、あと東側ルートも回ってもらおうではないかと、はい、伊豆市、丹波、笹山、三田、宝塚、伊丹、尼崎、うん、最近尼崎はお城もできましたから、はい、韓流ルートをこう回っていただくような、うん、PR をしっかりしていきたいと思っています。今年の予算とやろうとしている大きな施策の概要をご説明しましたけれども、今年は冒頭にも言いましたようにポスト150年ですし、まさに元号が平成から令和に変わる年ですし、行革では新しい行革のスタートの年ですし、あらゆる意味で節目からの再スタートをするということになりますから、これからの兵庫を作っていくという意味でしっかり臨んでいかなければならないと思っています。私たちの位置づけは五国、摂丹波田島播磨淡路の五国の特色を生かして今まで兵庫が果たしてきた日本を先導する役割、世界とつながっていく、こういう兵庫づくりのスタートの年にしたい、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。知事ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回の井戸カフェは5月26日開店です。お楽しみに。